ロータス T128 は、ルマンプロトタイプの LMP2 カーのレギュレーションに基づいて開発された、プロトタイプレーシングカー。ドイツのアデスのスポンサーシップを受けて、LMP2 のカテゴリーに2大体制で2013年の FIA 世界耐久選手権に参戦デビューを果たした。小デワは,は、他のシリーズのカスタマーチームにも T128 の提供を計画していた。 T128 はドライバーの視認性と安全性を高めることによって2014年のルマンプロトタイプのレギュレーションにも適合できるように開発されている。T128 はチェコのマニュファクチャラーノプラガのロゴを付けたジャット製エンジンを搭載した。2013年ノルマン24時間レースで2台の T128 が出走した。 31号車は17周目でリタイアし、32号車は219周目でリタイアした。2013年のシーズン終了後、ロータスは LMP2 から LMP1 カテゴリーにステップアップし、レースカーも T128 に代わって、新しい LMP1 カーの CLMP1-01 を投入することを決めている。ありがとうございます。